はい、皆さん、こんにちは。アジでございます。今回はですね、近況というか、近況ですね。選手のまとめとか、今後のことをですね、ちょっと週間ぐらいで、まとめていけたらいいのかなと思ってやってました。今までこういう試みはね、何度かしたことあるんです。で、ちょっとね、嬉しいことにリクエストもいただいたりもしてましたので、やってたりしてたんですけども、いかんせん、今までなぜ、やっても公開しなかったのかということなんですけどね。やるときってね、やろうと思うときは、ね、大抵私、泥酔するときなんですよ。だもんでね、そのときは良くてもね、次の日の朝になるとね、あ、これはまずいと。何言ってるかわかんない。みたいな感じでね。削除しちゃうんで、今まで日の目を見ることなかったんですけど、今回はね、ちょっとやってみようかなと。今お酒全然入ってませんので、思ってますね。で、こういうのが続けていければ、週1ペースぐらいでまとめとして出せればいいかなと思ってますね。でね、早速では、先週の、まあ、先週、そうですね、あの、今週、えっと、今日までの、今日までですね、一週間の内容で言うと、まず一つはドラクエ5が、終了しましたね。なんとか、パート140超えたのかな？ってな感じみたいですけど、長かったですね。途中はね、誰だっけ、一番初めのね、表の悪い人と、悪い人というか、ボスだね。倒すまでは、あ、これは4よりも、早くいけるんじゃないのと、思ってたんですけども、裏の世界へ行っていろいろやってると、多分4より長くなりましたね。3が130でしょ、確か130台。4で140台。150台入ったんじゃないですか、宿題という形でね。で、モンスターを仲間にするっていうね、なかなか当時、奇抜なアイデアだったんですけど、久しぶりにやっても面白かったですね。もう、私ね、2、30年、2、30年はないか、20年ぐらい前、やった時はね、ゴーレムさん仲間に入らなかった気がするね。どうやって解いたんだろう。3人だったんだよね、スーパーファミコンはね。当たらずって言い方変だね。ごめんなさい。よくできた作品だと、今でも遊べるっていうので思いましたね。ただ、もう、なんでしょうね。ワンの竜王の時からも、そういえばそうなのかもしれないですけど、泥仕合になるんですよね。あれ、なんとかなんないかな。もう、なんだろうね。3ぐらいからかな？あ、3でフバーあったかな？フバーハと、スクルトと、賢者の石の ルーチンワークのドロジアとパイキルトね ほんで向こうは凍てつく波動とブレスでしょ。もうそういう感じの、ドロジアになんとかなればいいんですけどね。あれぐらいやらないと解いたっていう気になんないのかもしれないんですけどね。もう、3、4、5と、すごく、もう泥仕合には 慣れちゃったというか ちょっと飽きちゃったというかね いいような感じがあるんで、そこ行くまではいいんですけどね、ちょっとね、ボスの戦う頃になると、ちょっと憂鬱が入っちゃうみたいなね。5はね、5のスーパーファミコン版はね、すごろくじょうがなくてよかったです、本当に DS だっけ？ プレイステーションだっけ？そちらだと、あれがあるんですよね。すごろくがまたあるという。もう私、すごろくトラウマだからね。そんなこんなで、なんとかドラクエはね、5はなり、なんとかなりました。で、次はね、6なんですけども、6はね、ちょっと今回は、後でも言いますけど、少しお時間をいただく感じになります。おそらく1週間ぐらいいただくことになると思いますね。ですんで、ちょっとね、今までのパターンでしたら、もう、3終わってすぐ4行ってっていうような感じだったんですけど、ちょっとね、ちょっとだけお時間ください。で、あとですね、あれですね、太鼓理士伝。
5、千ちゃんでね、千誰だっけ、まあ言ったら千利休ですね。千宗益さん、ね、茶人の剣豪ね、もう剣聖ね、茶聖で剣聖ね、順番から言ったら、剣聖で茶聖ね、なったんですけど、まあ、無事茶聖エンディングを、迎えることができましたが、最後はもう本当に畳み込みかけてましたけどね、まあ、ドラクエもそうですし、センちゃんもそうですし、もう本当に皆さんのコメントでね、いろいろ教えていただいて、本当助かりました。いただけてなかったら、解けてなかったんじゃないっていうね、いう感じですよね。だもんで、なんとかね、センちゃん久しぶりにパート100行かずに終わりましたよ。パート100行かずに終わったシリーズが久しぶりでした。スケさんはね、面白かったんですけど、パート200超えましたからね。ですんで、まあまあ、承認プレイね、面白かったですね。三国志今やってる13もね、承認プレイができるんで、今の総評さんが終われば、ぜひ、やってみたいなとは思ってるところではあるんですけどもね。まあ、この2タイトルが終わったのが、大きな流れですね。あと、スカイリム、オープンワールド系のね、スカイリムと、フォールアウトするアクト、これセットにして、1日おきにしてるパターンですけども、こちらはね、終わる気配がさっぱり見えません。スカイリムはもうパート230を超えてると思うんですけど、これはパート400ぐらいいきそうですね。まあ、さすがにオープンワールドはね、長く遊べるんで、まあ、ちょっとね、もうメインクエストどうしようって思っちゃってますね。まあ、ラグがあるんで、解けないっていうのを、解けないんじゃないですかっていうのは初めに言ってるんで、解けなかったらごめんなさいっていうのがあるんですけども、どうしても私の環境では、ラグがあるんでね、二つのタイトルは、別のね、スペックがちょっとかなり悪い PC でやってるんで、なんて言うんです?すごくラグがあるんですよ。まあ、ラグ、1秒ぐらいラグがあるんで、多分ね、すごいアクション系になると、ほとんどできないと思うんですね。だもんで私まだね、魔法系だからね、魔法とかの召喚魔法を使ってる系だから、お任せみたいな感じできるんで、まだなんとかなってるんですけど、ですんでね、スカイリムはね、ひょっとするとね、エンディングはいけないかもしれないです。で、あと、フォールアウトはね、フォールアウトは最終的にはゴリ押しでいけるかなって。まあね、ただ、悪党なんで、いろんなクエストやってて、そこでみんな悪党みたいな感じでね、していこうかなと。あとね、フォールアウト3の方は、メガトンが綺麗さっぱり、結構綺麗になりましたよね。まあ、この場合の綺麗っていうのは人がいなくなったという、ことなんですけど、まあ、悪党プレイなんでね、まあ、ご退場いただいたというような感じなんですけどね、町の住人の方にも。で、当初はね、もう悪態ばっかりついていこうかなと思ってたんですけど、まあ、いろいろ教えていただくと、教えていただいた内容でやっていくと、吸えるものだけ吸って、もう吸うものがなくなったらポイしちゃうと。本当に悪いな、みたいなね。ですんで、出せる、吸い取れるクエストを吸い取るだけ吸い取って、あとポイしちゃおうみたいな感じですね。そこに至らなかったのがビッグダウンですね。ビッグダウンはもう吸う前にやっつけちゃったんでね。うまいこと終われなかったんですけど。まあ、その他は、あと、ヴァンパイアのね、剣はちょっと、あれも微妙でしたけど、まあまあ、いいのかなというような感じですね。あとは、そうですね。残ってるダイナソア、88ですね。これがセンちゃんと一日おきに組んでたんですけど、センちゃんが終わったので、ダイナソアをね、毎日に変えようかなと思ったんで、まあ、もともとダイナソア確か毎日やってたんですけど、そこにセンちゃん差し込んだような気がするんですよね。ただね、ダイナソアを毎日差し込んじゃうと、結局、センちゃん差し込んじゃったのが、ちょっとパターンを増やしたかったっていうことでも、そもそもセンちゃんを、差し込んだので、まあ、ダイナソーはね、しばらくセンちゃんがない間は、ダイナソーと次のダイナソーの間は、何の
枠もなくなっちゃうことになっちゃうんですけど、ちょっとこれもね、しばらく、多分ね、ドラクエ、あ、そうそうそう、ごめんなさい。実はね、あれなんです、もう、ちょっとね、今ね、並走でね、4本上げてるでしょ。タイトルは、2211、6本上げてたんで、かなり、しんどかったのに、ちょっと減らしたいと。そうそうそう。で、ドラクエが終わって、センちゃんも終わって、まあ、ドラクエは後でやろうと思うんですけど、センちゃんの後釜は今は考えてません。だもんで、ダイナソーはもう、二日おきに、やっていく感じになりますね。ですんで、ダイナソーが終われば多分ダイナソーの枠はなくなるのかなと思いますね。ただまあ、88枠はずっとやっていきたいのと、あと、イースオリジンをいずれやりたいなと思ってるんで、これがまだもうちょっと先になりそうですけどね。だもんで、そうですね。そんな感じになっちゃいますよね。今、三国志が、三国志自体のタイトルは多分結構長くやると思いますね。僧侶さんがね、そんなに、まああの人ちょっと寿命がね、短いのがあるんで、それほど長くはないと思うんですけど、いろんなバージョンでやっていこうかなとは思ってますね。でね、実はここで、お詫びがあります。多分来週というか、まあ明日から、流れる分で影響が出てる分が実はあるんですけど、まず、私、声がこもりがすごいっていうね、この新しいパソコンで収録しだしてね。で、これなんとかなんないのかなと思っていろいろ試行錯誤したんですけど、ある時に、まあ、ある時とか昨日かな、うん、昨日にね、もう録画アプリを変えたんですよ。収録アプリを変えてね、で、それでやってたら、こもりが取れたので、いいねーって思って、三国志とダイナソアを早速収録したんですね。で、YouTube にも上げて、で、ちょっとチェックをしてたんですね。で、初め全然気づかなかったんで、問題ないと思ってたんですけども、ずーっと聞いてるとね、YouTube に上がったやつが、音声と画像が合わない。っていうか、時間を重ねることにどん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 ずれていくんですね。でも、しまいに何やってるかわからないことになってたのを気づいたんですが、その新しいアプリっていうのが、すごく録画ファイルがでかいんですよ。だもんで、もうハードディスク圧迫しちゃってね、これはまずいということで消したんですね。で、消した後にその問題が発覚分かったものですから、もう、マスターがないんですね。マスターとかオリジナルがないんですね。録画の。それに気づいて、苦渋というか私のミスなんですけど、削除したんですよ。ということは、またその、三国志でもダイナソーでも言いますけど、三国志がね、結構な、飛んじゃったんです。だいたいね、6パートぐらい飛んでますね。6パートぐらい飛んで、ダイナソーが4パートぐらい飛んでます。まあ、ダイナソーはね、戦闘が多いんで、あまり進捗が早くないんで、まだ、いいかな、いいっていうか、まだマシだなと思ったんですけど、三国志はね、もう総評さんが2年ぐらい、197年から199年までがね、亡くなってます。ごめんなさい、本当に。本当ね、その間にね、総評さん、大嫁さんが一人か二人増えてますしね。まあ、ただ、戦争とかにはね、我が君の劉備さんが連れてってくんなかったから、いつも留守番ばっかりさせてられたから、全然戦争経験とか戦争の動画があったってわけじゃないんですけど、そんなことで、ちょっとね、失っちゃいました。で、今ね、子守が多分ね、マシだと思うんです。でも、子守は確実に取れてないと思うんですけど、ソフトウェアはそのままでね、前のこもってる従来のソフトを使ってるんですけど、マイクをね、変えたんですよね。マイクを変えたらマシになったのかな、というような感じなので、まあ、今後これでやっていこうかなと思うんですけど、ただ、これパソコンで備え付けのマイクを使ってるんですよね、実は。
ダボンで、日頃使ってたマイクじゃないんで、いろんな音拾っちゃう可能性があるんですね。それと、あと、マイクを切ることができないです。マイクじゃないんでね、そういう切る、マイクを切るスイッチとかがないんで、そういう感じですね。ただね、その、こっちでこもる、やめたマイク、スカイリムとかで使ってると全然ね、フォールアウトスカイリムで使ってると全然こもってないのと、あとそうですよね、その別のアプリを使うとこもらないんで、ほんとマイクが原因じゃないとは思うんですよね。ただ何が原因なのかさっぱりわからない。三国志のお詫びのとこでも言ってるんですけど、もう今回これだけで、もう、7時間8時間吹っ飛ばしたんで、もう、かなりショックがでかくて、もうしばらく環境は変えられないと思います。だもんで、聞く限りはね、もう、ダイナソーはもう三国志も、撮ってすぐね、全部聞き直したらね、一応ね、許せる範囲ではなかろうかなと思っていたんで、いるんですけどね。というわけで、今週、今週までの、今日、今週までのまとめと、だから今までのまとめかな。今までのまとめと、今の、状況のお詫びと失敗のね、お詫びと。で、あとこれからですね。これからちょっとさっき言いましたけど、ドラクエ6ですね。あと、イースオリジン。これがまず入ってくるかなというところと、あとね、リクエストでね、なんかヨーロッパのトラックの、ゲームがね、私も何度か見たことあるんですけど、ひたすら走るだけ、走って荷物届けたりとか、なんか読んでると、会社の経営までできるかなんか書いてましたけどね。それがね、それやってると、間違いと、トークが結構増えるのかなっていうね、感じがするんですけど、それも面白いのかもしれないなーって、比較的安い、低価格なゲームだったんで、いいのかなーって思ったんですけどね。で、あとね、ちょっとホラーゲームを考えてます。ホラーゲームと言いましてもね、デッドスペースなんですけど、これちょっと古いですけどね。デッドスペース、もう10年ぐらい前じゃないんでしょうか。違うのかな。デッドスペースでね、いうゲームがあるんですけど、これが無料でね、配布されてる時期があったんですよ。オリジンっていう会社がね。その時に、ゲットしたのがね、私あれてっきりね、期間限定と思ってたらね、オリジンさん太っ腹ですね。もうずーっと使えるんですよ。で、ただ日本語がパッチ、もともとね、日本で販売されてないゲームなんで、どちらかというとね、じんわり怖いんじゃなくて、びっくりする怖さのタイプのゲームですね。それをちょっとね、やっていこうかなと。で、私ね、ホラーゲーム見るの大好きなんですけど、やるの、ダメなんですけど、ダメなんですよね。ダメなんですけど、うちのね、子供がね、頑張ってね、解いてくれました。で、解いてね、2周目にしてくれて、装備もすごくいいのしてくれたので、ちょっとチートですけど。でも、それでも多分私ね、もうほんとびっくりすると思うのね。本当はね、標準でやったらね、もう怖くてできなかったんで、それはね、皆さんと一緒にやっていけたらなと思うんですよね。ただ、ちょっと日本語のね、日本語に対応しないもので、有志の方が日本語化パッチを用意してくれてるんですけど、XP の時はね、私できたんですけど、Windows 10で用意しませんでした。できませんでした。なもんで、日本語ね、私が日本語します。戸田夏子さんとまではいかないんですけど、全然英語がわかんない私が、なんとなく適当に言いますんで、言おうかなというような感じでやっていきたいなと思ってますね。ですから、データスペースはね、できたらやりたいっていうような感じですね。で、あとは、なんでしょうね。こんなこと言いながらもう20分ぐらい経つんですけどね。で、この背景の、このスパイダーソリティアは何なのと。ソリティアやりながらね、こういう感じでやりながら、お話しようかなと思ったんですけど、これきっとやりながらやってるとね、私、多分何言ってるか分かんなくなっちゃうんですよね。
あ、でもこれやり出すと止まんないんですよね。私もこのゲーム大好きなのね。で、そういう話は置いておいて、とりあえずね、これからは、あんまりたくさんのタイトルをね、思い描くと夢広がるんですけど、風呂敷広げすぎちゃって、できなくなるっていうのを、私、もう、痛切に、今回ね、6タイトル撮ってる時ね、もう、もう何をどうやってるかね、だから、ひどい話が、フォールアウトを悪党でやってるでしょ。で、スカイリムはまあ、ニュートラルっぽい立ち位置やってるんですけど、フォールアウトを先に収録しちゃうと、もうスカイリムが悪党しちゃうんですよね。それぐらい、おかしくなっちゃってきちゃってたんで、もうね、もうこれはね、多分3タイトル、4タイトル、まあ3タイトル、毎日流すのは3タイトル、今3タイトル、今3本毎日、あ、4本か。毎日流してるんですけど、もうね、私もね、何を血迷ったかね、初め3タイトル流したでしょ、ドラクエット、センちゃん、ダイナソー、フォールアウト、スカイリムで。3タイトルだったのに何をちまえたかね、そこに三国志差し込んじゃったんでね、もうその時からね、減らさないとと思ってたんですけど、そこに何をちまえたか増やすような行動に走っちゃったんでね、もうこれはもうダメだなと。で、ちょっと少し減らす方向に行きたいですね。ほんで、本当はね、単発もやりたいんですよね、実は。長い作品入れちゃうとね、ちょっとしんどくなってきちゃうんで、多分見てる方もしんどくなってきちゃうんじゃないのかなっていうのもあるんで、単発も入れたいんですけど、なかなかそれがね、私の性格かな。なんか、昔結構単発もしてたんですけどね、なかなか単発もができなくと。とか言ってる間に22分になっちゃいましたね。あ、もう、日頃の、パートより長くなっちゃいましたので、もうその頃ね、この辺でということなんで、ですんで、毎週このようにですね、その1週間の、まとめと、で、何かあったら、その時の話と、で、今後ですね。で、まあ、暇があったら、Gネタとかもね、っていうところで、あ、そうだ、1個忘れてた。PC88 でね、ジーザス2回目するかもしれないです。ジーザスってのは実は私が、この、あれですね、ゲーム実況のデビュー作ですね。エニックスさんのね、パソゲーなんですけど、これをね、やりたいなーとね、またやり直したいなーっていうね、ことを考えてますね。ちょっとね、昔懐かしく見たりするとね、こっぱずかしいぐらいね、なんだろう、もうドヨーンとした雰囲気で、実況しちゃってんで、まあまあ、あれを今風にやってみるとどうなんだろうっていうのがあるんでね、ちょっとそういうのもやってみたいと思います。ああ、ちょっとね、だいぶ来ちゃいましたね。基本私ね、喋ったら喋らすと止まんないんで、ごめんなさいね、耳汚しちゃいますんで。というわけで、一応ね、こういうのを毎週一本ずつ上げれればなと、あと、なるべく泥酔しない状態で、泥酔しちゃうとね、モチベーションが上がっちゃうんでね、やっちゃおうってその方で即興でやっちゃうんですよね。そうするとね、もうね、もう人に聞かせられない状態で上がっちゃうんで、これちょっとお気をつけていたらダメだね。気をつけなければいけないところですね。というわけで、この辺にしておきます。まあ、近況まとめですね。この辺ということで、また、よければお付き合いくださいませ。というわけで、またよろしくお願いします。あちでございました。どうもありがとうございました。